早安，我是陆蒋。今天呢要去爱哪开会，那这次我买一些台湾零食来送给大家。其实在挑零食的时候还蛮难的，因为我对大家的口味没有像对文章一样那么了若指掌，所以我就选了一些算是蛮地方的东西吧，但是没有凤梨酥。虽然讲到台湾就是凤梨酥，但是我觉得送凤梨酥感觉就是有点太地方了，没有什么特别感，所以这次挑一些我自己觉得比较特别的东西，然后比较是我们台湾在地人会吃的零食来送给他们。然后我还有带面膜，因为毕竟是时装产业，大家都爱漂亮，希望大家会喜欢。我现在已经进来了，这个是 Seika桑从巴黎带来的 Omiyage， 看它的这个茶包小小的，卡哇伊。Cody， 大家好，こちらは台湾スタッフのコウさんです。よろしくお願いします。お願いします。今回の一押し商品は何ですか？個人的にの。個人的の？待って、個人的のはちょっと考えちゃう。これ。あ、コーティー似合いそう。このシャツセットアップがめちゃくちゃ可愛いんですよ。これ最近出たやつで、本当にめちゃくちゃシンプルなんだけど、上下別で着ても可愛いし。なんか爽やかですね。まさみさん、まさみさん。こちら、ジレロングドレス。まさみさん似合いそうです。これでめっちゃ可愛いんです。そのまんまでワンピで着てもいいし、こうやってデニムと合わせたりとか、あとねスラックスと合わせたりとかしても使えるので、あと冬になったらタートル入れたりとか、ガチで使えるアイテムでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私個人的にこの帽子が可愛くてしょうがないです。似合うよ、撮ってみなよ。 SS 推薦的是这件，就是让这个最经典的这个 Camo Cut， 这个袖子是可以拆掉的，所以像台湾夏天的话，直接当短袖穿也可以。然后这个老花包呢，这一款也是之前就在讨论，终于出了，超开心，超级可爱。这一件好可爱哦，我很喜欢穿洋装，很松垮的感觉。然后他们还有附一条腰带，可是我喜欢宽松的感觉，所以我现在穿一件宽松的。那先让大家试试看，一枚小泡芙，一个是巧克力，一个是牛奶口味。懐かしい。これ台湾人のみんな好きなんですよ。シュークリーム。そう、でも日本のちょっと違うんですよ。カイト。めっちゃ美味しい。お腹すいてか本当に。なんか長い。下一个要给大家吃的是益美的杏仁巧克力酥片。これも私大好きで。ね。これはご飯にしてます。潰して食べるよね、みんな。そう、こうやって潰す。開かない。私に任せます。里面的话就是像这种感觉，どうぞ。哦，何接下来是蔬菜饼干，我的子供の時家絶対これ置いてます。めっちゃ美味しいこれ。地方超新鮮。嗯，对。ご飯ですね。いつもネギの量でちょっと運がいいのか運が悪いのか見てる。これ会社の人みんな好きそう。コーティー拿的这一片是好吃的，完全没有葱。ネギない。めっちゃ美味しい。これみんなほら好きすぎてさ。掉了超多屑屑。对。好可爱，大家。次はこれ。気になってた。接下来是我们的沙琪玛，これも多分みんな一個ぐらいでいけそうな気がする。本当にご飯になります。食べてみてください。見た目も初めて。ぜひカドちゃんとコーティ。これね、匂ってみて。日本の本当ないやつなのよこれ。めっちゃいいよ。本当なパンみたい。めっちゃ美味しい。ね、これめっちゃ美味しいです。なんだろう。これサーチマでいうやつなの。サーチマ。サーチマ。でもあれかも日本の昔。昔っぽい。大家好、我是ミルミ。いつもこれ決まり。これ食べてみてください。何？杏仁ってこと。ミルミさんこれ好き？でもね、でもね、ミルミさんねこれが好きだと思う。ミルミさん多分これだよ。そう。酒飲みたくなるこれ。あ、確かに。スマホっぽい。コウさんが当たってるやつ探した。ミルミさんにプレゼント。なんかネギがいっぱい入ってるのが当たりなんですよ。私だけ独特の食べ物。
日本にはないお菓子なんですよ、うん、めっちゃうまい、大好き、めっちゃうまいです。これは今日ルーちゃんセレクトですか？そうです、うん、前3人でやりましたね。あれはでもお土産セレクトだ。そう、でもあれはもっと定番的な、今回は本当台湾人が子供の頃ぐらい食べてるやつ。へえ、そうなんだ、うん、え、こっちおいしい、これ派かこれ派だから面白い。追いつきました、みなみ先生が。はぁ、すごい。じゃあこれ隣でいきましょう。接下来是我跟文当超愛的蚵仔煎洋芋片。ポテトチップスなんですけど、牡蠣と卵のなんか台湾でこういう食べ物あるんですけど、この味の。卵、牡蠣ってあんまり。そう。なんか結構でもこれ台湾人のみんな好きなポテトチップスなんですよ。コウさんもよく食べらっしゃってると思います。大好きなんですね。え、でも見た目はなんか日本にもありそうな、ね、味は日本ないんですよ、はい、本当にちょっと甘い、何匂いの、なんだろう、何の匂いだろう、これいただきます。ソースっぽい。わあ、美味しい。これめっちゃ台湾の味します。なんかこういうの食べたことある。うん、あれなんかこういう調味料あります。ね、残った味が台湾の味がする。なんかルーローハンの匂い。あ、でも入ってるかな。なんだろう、なんか。なんかでも台湾の味する。でもほんと台湾の B 級グルメとアニメ書いてる。おお。おお。美味しい、うんうん、結構普通にコンビニとかに売ってるんですか？あ、うん、普通に売ってます。いいの、大きいものもあって、うん、パーティーパッケージ、うん、みんな大好きじゃん。次はちょっとお菓子じゃないんですけど、うんうん、これです。のど飴。これはみんな多分打ち合わせとかいろいろ大変な時のど使うと思うので、そう、え、かわいいパッケージ。そう、かわいいよ。これ結構台湾の有名ののど飴ブランド。レモンだね。え、でもなんか京都って書いてある。お、なんかこれ京都なんちゃなんちゃ、これはブランドの名前。へー、京都念慈庵。食べます。いただきます。うん、美味しい。好きです。安定の美味しさ、うん、これ喉にいいんです。最後はパクです。やっぱりみんなパク好きだと思うので、私台湾の超好きなブランドです。ハトムギ牛乳と真珠赤ハトムギ、ハトムギすごい噛んじゃった。みんな分けてください。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ハトムギはね、顔にいいから、みんな好きそうと思って買いました。これ結構台湾の有名なブランドです。へー、台湾自己的品牌。他就这样去把东西拿给其他人吃，放在这里给大家慢慢吃。大家工作累的时候呢，就可以来吃一下下。油取りが日本にないと思ってさ、これはみんな喜びますよ言ったの。私も言ったじゃん、これは何でしょうみたいになって油取り紙そうそう、日本にありますか。いや、日本にないですよ全然ある。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても、お祭り